まず先発は湯気、今年が2年目ですが中4日で初めての登板になりました。先発その立ち上がり、シュートを3球三振、いい立ち上がりに見えました。ただ今宮ヒット、そこからピンチを迎えてランナー2人という状況から5番の栗原、チームトップの打点をマークしていますが、その栗原先制のタイムリーヒット、ホークスが1点先行。さらにその後2点を加えてホークスが1回に3点を先行します。その裏です。今日も1番起用ルーキーの小深田、右中間を破ります。スリーベースヒット。2番の鈴木大地、1回ですから内野は下がっていました。その間に小深田帰って1点を返します。3対1。2回です。今日は8番のバレンティン、このボール左中間に持っていきました。バレンティンのソロホームランでホークス1点追加、4対1と変わります。ただこれ以降湯気の投球がガラリと変わりました。3回です。柳田、今日はインサイドをよく攻めていました。レッドフライ。4番の中村、外のボールは三振。そしてタイムリーの栗原、セカンドゴロ。さあでは皆さん、この時間はその流れ、3回の裏イーグルスの攻撃。ただ千賀が高めのボールで鈴木大地から三振。ツーアウトの後はブラッシュは見逃しの三振。千賀も3回は3人で抑えます。中盤に入って4回です。4回の裏イーグルスの攻撃、ワンアウトランナーが三塁二塁、ピンチを迎えた千賀。ここで銀次はショートゴロ、その間に三塁ランナーがホームを踏みます。内野ゴロで1点返したイーグルス。ただ2点差になった直後5回です。ホークスランナー二塁一塁、今日先制タイムリー5番の栗原、これまたセンターに持っていきます。今日2本目のタイムリーヒット。再びホークスが5対2、3点差に広げます。この後ゆめが降板、勝ち投手の権利がかかる千賀、5回の投球です。ワンアウトランナー二塁一塁という状況でプラッシュ、今日は3番に入っていましたがレフトへのタイムリーヒット。5対3、また点差が2点と縮まります。後半に入って6回です。2アウト二塁一塁、小深田、ただここは千賀がセカンドゴロ、ピンチ脱出。結局千賀6回で降板、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降ります。終盤に入って7回、ソンチャーホー三塁一塁のピンチ。今日は2本のタイムリーヒット栗原、今度はレフト方向犠牲フライ、今日は3打点の活躍。柳田がホームに帰ってきます。これで6対3、再び3点差。その裏継投に入ります。まずは高橋で、イーグルスがチャンスを掴んで三塁一塁、ロメロ追い込まれた後の対応はセンターへのタイムリーヒット。6対4、イーグルスがまた2点差に迫ります。そして8回、この回からモイネロ、ツーアウトの後鈴木大地、センター頭上を越えていきます。ツーベースヒット。そして今日はタイムリーヒットを放っている3番のブラッシュ、モイネロのボールを捉えていきます。今日2本目のタイムリーヒット、ついに1点差。そして4番の浅村、今日ここまでヒットがありませんでした。打った瞬間という右方向逆転のツーランホームラン。この回3点を取ったイーグルス、逆転に成功。
そして9回はブセニッツ、最後の中島が三振、スリーアウト、7対6、逆転勝利でイーグルス、首位攻防6連戦、初戦を白星で飾っています。